仙台トーンノンショーベイ、おはようございます。 FM 大白仙台トーンノンショーベイの時間がやってまいりました。仙台で生まれ仙台で育まれた学び飽きない匠伝統文化交流を東南西北にトン南シャーペイと、この番組は訪ねて歩きます。聞き手は鈴野屋亮介、番組プロデュースは円鉄の城でお送りいたします。今日はですね、仙台南健康友の会の事務局長さんでおられます高橋圭一さんにお話をお伺いしたく、今長町病院の会議室をお借りしまして、これからお話をお聞きしようというふうに思っております。今日は高橋圭一さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずですね、高橋圭一さんはどこでお生まれになったんでしょうか。仙台は長町広岡ですね。広岡、はい、広岡って言いますと、長町の今6丁目です。長町6丁目、はい。あ、そうですか。 あそこに長町6丁目って言いますと蔦屋さんの、ま、はい、前ですね。あ、そうですか。そうしますと小学校は長町小学校です。長町小学校、はい。あ、じゃあもう生粋の長町っ子でいらっしゃるわけですね。はい。それではですね、その当時、あ、まず お生まれ、お年をお聞きしたいんですが、昭和24年の6月ですね。はい。そうしますと68歳、はい。あ、そうしますと、そうですね、ご幼少の頃の長町のあたりの風情っていうんですか、風景をちょっとお話ししていただきたいんですが。はい。自分たちがこう小さいところっていうか、はい、今の蔦屋のところはもう帝国ヒューム館っていうコンクリートの土管作ってたところでしたよね。だから遊ぶのにはもうあのこと書かなかったっていうのはまずあります。はい。そしてその他にあの自分たちの遊ぶ範囲は大念寺山で あの化石取りから始まって、はい、あとは南の方は名取川での水遊び、はいはい、であとは JR の機関区での遊びと、はいはい、とにかく幅広く遊びましたね。はい、でその他に今のザル川ではあの魚取り、あとエビ取り、はい、あとカニ取りとかっていうふうな遊びで、はい、本当にもう遊ぶのに全然事欠かなくて楽しい、あの小学校時代だったと思います。そうしますとあの辺はいわゆる畑田んぼだった、はい、だですね。はい。はあ。まあヒューム館っていうお話が出たんですが、はい、いわゆるヒューム館に潜ってとかっていうようなことなんですが、遊びというのはかくれんぼですね。かくれんぼ、はい、そのヒューム館がかなりのこう本数あるもんですから、はい、あの隠れると探すのにもう見つからないっていうふうなね大小さまざまなあのヒューム館があったんで。今新幹線が通ってますが、はいはい、その東側に、はい、まあ、その時は JR じゃなくて国鉄、そうですね、あの辺のところの雰囲気をちょっとお話ししていただきたいんですけど、自分たちはもうとにかくあの遊ぶのにこと書かないということで、機関車に燃やすコークス、あのこうイカイカですよね、はい、それのイカイカの穴 あのついたところにこう毛をあの髪の毛をピッとこう引っ掛けてね、その快感をみんなでこう遊びいたずらをしてたっていうのもありますし、はい、あとその他にあの良くない話だとは思うんですけども、はい、大工さんが使う五寸釘、結構太い五寸、はい、あの五寸釘っていうのがあるんですけど、はい、その五寸釘をあのレールの上に置いて、はい、こう列車がこう通った後にこうそれがぺったんこくなってしまうんだよね。なるほど。
でそのペッタラになったやつをこう、うん、うまくこう加工して、うん、それをこう子供の頃には手裏剣みたいな形でね、忍者ごっことかっていうような形でこう木にこうピッとこう当てて遊ぶっていうふうなのがありましたね。ああそうですか。まあ、はい、自業ですからね、もう大事ですね。はい。まあその時に、はい、機関区でやっぱりこう蒸気機関車、はい、当時は蒸気機関車ですか。そうですね。だから蒸気機関車なんで、して長町の機関区、あそこ今アストになってるんですけども、はい、そのアストのところには機関車の回転台、転車台があったんですよね。転車台っていうことは、いわゆるレールが何本もあって、はい、どっちの方向へ行くかってぐるっと回って、はい、回る、回る、はい、それの転車台もあった場所で、すごくこう見てても楽しいし、はい、いろんなこうなぜかこうその時間を有意義に過ごせた。もうじゃあなんていうんですかね、外で遊ばなきゃ損損っていう時代ですよね。そうですね。今の子供たちみたいにね、こうゲーム持って遊んでるっていうんじゃなくて、とにかく外に出てこう、はい、外がもうゲームなんですか。そうですね。だからもう遊ぶことには事欠かなかったっていうのはありますね。して学校帰りにしてもあそこのお家のところにはこう柿の木があるよ、はい、あそこにはイチジクがあるよっていうのをね、はい、ちゃんとやっぱり皆さんこう、はい、目につけてるんだよね、はいはい、でそこの中でこうあそこのこう堀のところを通っていけば余計にそういうふうなこう果物がなってるっていうなのをちゃんとこう、はい、目につけておいてそこを通ってでこう家に帰る、はい、でまあ転がっていれば、はい、それは拾うと、はい、なるほど、はい、そういうふうな木に登って取ることはいけない、あんまりいけないけども、はい、取ったものは、はい、そういうふうなこう楽しい人生を、はい、楽しかったですね。本当に川では遊んだのはどういうふうな遊びをしたんでしょうか。川はそうですね、名取川には、はい、その頃自分たちが小学校の頃は学校にプールないんで、はい、こう夏休みの期間はJR の跨線橋とあと名取の橋の間をせき止めて、せき止めちゃうんですか。はい、ちゃんとね機械でもってブルドーザーでせき止めて、はい、天然のプールですね。あら、川をプールじゃん。はい、でその頃はね、はい、海水パンツとかっていうのないから着替えのパンツでもって遊んでましたよね。はあ、ということは、はい、家に帰って洗濯しなくてもいいわけですね。ね、そのまんまでね、着替えのね、パンツだけで済んだんで、お母さんも喜びます ね。そういうふうな良き時代だったですね。楽しかったですね。まあ今ではもう明日と長町は全然、はい、変わりましたね。予想がないですよね。はい、まあそれからいろいろお友達と遊びながらどこにお勤めに。そうですね、学校卒業して長町は、はい、今のモールの前に特殊校っていうのがあったんですね。はい、会社ですね。はいはいはい、結局普通の新日鉄とかの、はい、鉄鋼じゃなくて、はい、特殊鋼っていうんです、ステンレスとかそういうふうな特別な材料をこう溶かして作ってた会社、長町の方だったらご存知かなとは思うんですけど、はい、まあその特殊鋼にお勤めになっていたと、はい、で何かそこできっかけができたというお話を聞いたんですが、はい、歌う自分が音痴だったんで歌をちゃんと歌いたいなというのがあったんですね、はい、でそこの中で何かこうサークルがないのかなと思ったらば、はい、この長町に歌声のサークルがあるよっていうのを教えていただいて、はい、そこからこう歌の方が好きになったっていうのがありますね。
それは特殊校の中でのサークルじゃなくて、外側ですね、長持ちに、はい、あったサークルで。ああそうなんだけど、はい、どういうお歌を、自分は歌ってこう限定してなかったんですね、はい、だから何でもよかったんですけど、それそこの中にあの潮祭というサークルがあって、はい、すごくあの若い連中の集まりで、何人ぐらい、その頃は20人くらいのサークルだったと思うんですね、はあはあ、でそこでもってこうスタートしていったっていうのはあります、はあはあ、ただその頃はもうあのアコーディオン1本で歌ったりとか、はい、っていうような形で、あとギター、はいはい、それでもって本当に今 の, あの昔の原点の歌声喫茶みたいな形 の, あのサークルだったんですね、はあ、歌声喫茶ってそうありましたよね、はい、そういう、そういうそこへお入りになった、はい、で楽器もやられたんですか。いえいえ、自分あのそういうふうな楽器とかっていうのは全然触れないんで。歌、歌、小学校の頃は歌は採点は、うん、もうあの音楽の時間って逃げてましたそうです、はい、それが急に、急にです、はい、本当に。何かきっかけがそのあったんですか。うん、あのおばにあのこう、あ音痴だ音痴だって言われ続けて、はい、してやっぱしこうテープか何かで音楽を聴くようになって、あの初めてそこでこう繰り返し繰り返し聴くことによって歌えるようになったのかなっていうふうなのはありますね。あ、ということは、音楽っていうのは生まれながらの才能ではなくして、はい、ある時芽生えることがあるわけですね。そうですね。あ、はい、だからあの今のなんていうんですか、ほらあの認知症の方のと一緒かなって、はい、結局あのやることによってこう進まない、あの止められるお指、そこからこう良、はいはい、くなっていくっていうのはあるのかなっていうふうな気はしましたね。どういう歌を歌われてたんですか。その頃はもうフォークソングだ、あと、うん、当時はそうか、はい、フォークソング、はい、あとは昭和、はい、あとはあのロシア民謡とかっていうような形になりますね。ああ、まあそういうふうなことで音痴、はい、音痴から始めた、はい、あ、歌声、はいはい、まあそれからどうなっていくんでしたっけ。そこからは今度会社の方を定年しますよね、はいはいはい、もうそこの中で、あとはもうずっとそのまま平平凡凡して生活していくんですけども、そこの中で合唱団の方にもちょっとお誘いを受けて、合唱団、はい、ほら、はい、っていうようなところに入ったんですね、はい、あのそれこそ本当に防護合唱団なんですけども、はい、その合唱団の中で自分が音響の方が趣味に合ってるということで、そこから音響の方をやり始めたっていうのはありますね。そうしますと、子供の頃は音痴で、はい、会社勤めをして、はい、周りご近所にそういうグループ、はい、歌うグループがあった、はい、じゃあやってみるかということで、はいはい、歌を始めた、はいはい、歌を始めてから次に音響、はい、音響ってのはどういうふうな、今はもういろんな頼まれ事っていうのあるんですけど、あの長町南小見線の小見線祭りでの音響とか、音響っていうのはいわゆるレシーバー、いわゆる耳に当てるとか、うん、こうなんか覚醒装置を持って歩く方の音響ですね。あ、ステージ周りっていうか、あ、拡声器が置いて、で音をそういわゆる良くさせる、はい、みんなにこう、はい、聞こえるようにする、 あれが音響さん、はい、そうなんですか、はい、それで一番難しいことはどういうことなんですかね。今自分はなるべくその皆さんに、はい、いい状態で聞いてほしいっていうのはありますよね。結局ハウリングってピーンと良くなると思うんですけども、それがあんまりこう好きじゃないんで、それのこうギリギリの線を探してるっていうふうなのはあるかなって気はしますね。 あれは例えば、体育館でやる場合と、はい、それから何て言うんですか、
教室ぐらいの広さでやるのと、はい、それから外でやるのとでは、もう全然その調整が違うんですか？あ、違いますね。だからもうそこに合わせたこう機材をやっぱし持って行ってこうやる。あ、そもそも機材が変わってくる。変わってきます。あ、そうなんですか。はい、まあそういうことで、はい、音響さんを、はい、やって、はい、今、はい、この友の会、はい、の事務長さんをやっておられるんですが、はい、そこまでのそのいきさつっていうんですか。はい、はい、それは定年退職した後に、はい、その病院の方の友の会だったんですね、はい、長町病院友の会っていうところで三橋さんという、はい、方からのお誘いで手伝ってもらえないかという話になりました、はいはい、でそこで友の会で最初は何なのか自分も知らなかったんですけども、はい、お手伝いしていくうちに、はい、あ、これは面白そうな、はい、団体だなっていうことで、はい、お手伝いがスタートしましたね。まあラジオを聞いている方々は、はいはい、そもそもそのこの何ですか、友の会、はい、健康友の会が何であるかということが、はい、多分わからない方もいらっしゃると思いますので、はい、その辺のところを、はい、友の会っていうのは、はい、病院の、もともとは病院立ち上げるためのこうバックアップ団体だったみたいなんですね。あ、はいはいはい、でそれが今はもうだん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 利用する方もこう変わってきて、はい、今はもう幅広くとにかく地域をに根ざしたその元気になる活動をやっていこうということで、年会費を納めていただければ、はい、誰でも会員になれますよ。で会員になった特典としていろんなサークルもありますし、はい、あと病院の方の診療も検査、なんですか、その検査の項目によっては、はいはい、1割引きで受けられますよとか、そういうふうなこうシステム の、 団体になりますね。いわゆる何ていうんですか、健康づくり、はい、まあそういうことでサークル活動だとかイベントに参加してもっと元気になろうよという、はい、はい、そうですね、はい、そして地域地域にはその班っていうのがありまして、はい、3人集まればその班会が開けますよっていうことで、自分たちの地域に3人くらい会員さんいるんだけど、そこで班会をやっていただければっていうのがあれば、自分たちの方が出向いていって血圧測定から、あといろんな健康講話から、はい、あと体操から、はい、スタッフを揃えてお邪魔しますっていうシステムを取ってます。3人。はい、それは場所はどこでもいいんですか？どこでも長町だけで、地ではないです。こちらの方今大白の方で、はい、やってますんで、お声かけいただければどこでもお出かけしましょうということになります。そうしますと、例えば坪沼でとか、はい、秋湯とか、はいはい、っていうところでも、はい、人が集めていただければ行きますよって、いわゆる出前出張します。はい、出前出張します。はい、そう、もう最近はですね、はい、お年寄りがなかなかこう出なくなる、はい、ね、こう誘い合わせないとこう出たくなってきたっていうのが現実ですよね。そうですね、でもやっぱし地域によってこう、はい、差があって、はい、やっぱし集まらないとこは5、6人なんですけど、はい、多いところはやっぱし15、6人っていうその地域もあるんですね、はい、元気なのはやっぱり緑が多く、あそこは皆さん坂道なんで歩いてるから元気かなと思うんですけども、はいはい、緑が丘のなんかはすごくこう元気に活動してる地域ですね。やはり人数さっき、はい、15、6人、はい、それは、月にどのぐらいの割合でやるんですかね。その班によっていろいろなんですけども、月1でやってるところもあるし、はい、あと2ヶ月に1回ですよっていうところもありますね。はい、もう少しそのサークル活動っていうんですか、イベントっていうんですか、はい、もう少し詳しくお話しいただきたい。
今のは半会で3人集まればっていうふうな形だったんですけども、はい、その他に友の会ということでサークル活動もすごく、はい、たくさんやってます、はい、して今現在あるのは12サークルありますね、はい、サークル数はものすごく多いんですして中身もバラバラなんですけども、はい、まず老舗のところから行くと、はい、民謡サークル、はい、踊りサークル、はい、あとアルコール会、はい、してその他にお父さんの料理教室、はい、あと今はと絵手紙、あとちぎり絵サークル、あと手芸サークル、はい、あと手話サークル、はい、あとその他に歌声喫茶っていうのが大きいとこですかね。あとその他に健康麻雀っていうのもできてきたんです。はあ、かけない飲まない吸わないっていう本当に健康な麻雀サークル、こちらの方はすごくこう今好評で月2回やってるんですけど、毎週やってもらえないかっていう話も出てくる。どこでやってる？吉野亭というたこ焼き市の南側にたまり場があるんですね、はい、そこのところに来ていただければ参加できますよということで、今とにかく皆さん外に出てやって出てきてほしいということで一生懸命やっています。はあ、そうしますとさっきの話からいきますと班の活動とそれからサークルの活動があるということなんですね、はいはい、で、まあ、班は班で、はい、いわゆる友の会がサポートをする、はいはい、例えば先ほどのサークルの中で麻雀、はいはい、これはどなたかがやっぱりリーダーさんがいらっしゃって、はい、まとめていく方がいらっしゃるわけですか？そうです。して最初はもうこちらの事務局の方で好きな方がやってたんですけども、そこの中で事務局だけだとちょっと毎回毎回大変なんで、で麻雀の好きな方がお一人様、はい、出てきたんですね、はい、したらばその方すごくこう最初すごく引っ込み思案だった方なんですけども、はいはい、そしたらばそちらの方ちょっと自分はこううつの病気があるんだとかって、はい、その方、はい、本当にこう素直に言っていただいて、はい、してその方がすごく今もう元気になって、はい、元気になったのはその友の会のおかげだってその方は言ってもらえるようになっていただいたんですね。で本当にこう積極的にもうルールから何から全部こう段取りしていただいて、はい、すごくその方にはこちらの方も感謝してるっていうのはあります。ということは、できない人でも参加できる、はい、教えていただけるっていうこと？はい、そうなんです。この間も、はい、親子で親子の女性の方来たんですけど、最初そのお母さんの方が、はい、参加するっていうことで結局送ってくるのよね、はい、親子なんで、はい、そしたらばこうお母さんの方よりもそのお嬢さんの方がハマってしまって今その親子で3回来てますね。そこまで人気に出てきて、最初はもう本当にテーブル一択だけだったんですけど、今3択までこう増えてやってて、これ以上増えたらどうしようねっていうふうなところまで今来てますね。結構うちに家の中で引っ込んでる方で、はい、いろいろその専門的な、はい、持ってる方がいらっしゃるんですよね、はい、でまたそういう方にお願いすると初めは嫌がるんですけれども、はい、なんていうんですかね、やっていただけるっていう方々がいらっしゃいますよね、はい、やはりその麻雀っていうのはそうなんですね、はい、それももうね、たけたるところですごく良かったなっていうふうには。じゃあ他のサークルもやはりそういうふうな、はい、ことが、基本になってるということ？そうですね、だからとにかくうちから皆さん出てとにかく楽しんでいただければっていうことでやってます。はあ、でやっぱりそこの中で今歌声喫茶というのはすごくこうサークルの中では人気があって、はい、結局毎回毎回会員さんが新しい会員さんが入ってくるんですね。
紹介されました、うん、なるほど、なんだって言いながら、先ほどあの、合唱団ですけど、はい、歌の辺のところをちょっともう少しお話ししていただきたいんですが、はい、して自分もあの歌の方で、頑張るっていうか、そこのところちょっとあのなんて表現していいのか分かんないんですけども、あのロシア民謡よりは自分はそのいろんなジャンルの歌を歌いたいなっていうのもあるんでね、はいはいはい、やっぱしして自分もその合唱の中であの発声もその腹から声を出したいっていうのもあって、はいはい、でちょっとの間だったんですけども、あの仙台の方 の声楽科の先生に指導をいただいたっていうのもあるんですね。はい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 、それで、はい、何人ぐらいのグループさんがそう歌うんですか。今はあの合唱の時にはあの20人だったんですけど、あの今の歌の喫茶はあの約100名くらい一般のお客さんが来ていただいてるっていうのはあの現状ですね。ああ、はい、100名ぐらいの参加者がいらっしゃるということですね、はいはい、そうするとそれはどこかホールを借りてやるんですか。はい、あのタイハックルの展示ホール借りてんですけども、なかなかこう定期的に取れないっていうのが難点で難点、はい、でも皆さん結構あのその日をチェックして毎回ちゃんとこう来ていただいてるので、はい、こちらはすごく嬉しいのかなって。あの合唱団の方は20名ぐらいいらっしゃって、はいはいはい、その方たちと一緒に会場にお集まりになっていただいた方だと、はい、一緒に歌う、はいはい、カラオケですか。生バンドですね。え、どういうふうな、ピアノから始めて、はい、あのピアノ、クラリネット、はい、アコーディオン3台あとバイオリン、あとテナーサックス、バンジョーっていうような形の流れになりますね。で最近はオカリナまで入ってきました。はあ、すごい、うん、音の幅がすごく広がって、はい、で最近はお客さんの方もあの自分歌うよりもあのテナーサックスの演奏だけ聞きたいんですけどっていうお客さんも出て、最近はたまにはムード歌謡ということで、あのなんすか、よぎりよ今夜も君恋しとかそういうふうなこう夏メロを演奏してみんなで歌ったりしてまして、楽しそうですね、はい、して自分たちの方は今皆さんあのだん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 こう年配の方多いんで、あの壁の方にプロジェクターで大きな文字にしてそれを見て歌うってい う、はい、あの今昔は歌詞カードだったんですけど、その字が小さくて見えないと、ああだったら何があるかということで今プロジェクター使って壁に大きな字を写してあの歌うっていうパターンをとってますね。そこで音響もやっておられるんですか、はい、まあ時間が迫ってきたんですが、まあ、これからの抱負、まあ、吉野亭というところと、はい、それから何ですか、ホット亭、はいはい、その辺のお話をしていただきたいんですか。はい、吉野亭はたこ焼き市の本当に南側にあるたまり場で、あの表のところに黄色い看板で吉野亭ホット亭という黄色い看板が立ってます。そこのところの奥のところであの自分たちの方のサークル活動をやっております。こちらの方はもう本当に毎日毎日いろんな予定であの活動してますんで、友の会の方に来ていただければその辺のところの説明はあの大丈夫というふうに思われます。で年会費1000円払っていただけると、はい、いろんなそのサークル活動、ね、班会にも参加できますよということで今皆様の方にお伝えしてます。はい、はい、皆さんあのですね、今お聞きの通りに友の会、ぜひともお声掛けいただきたいというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。